はい、サーフボード用のハードケースですね。はい、買って届いたんですけど、なんかぐるぐる巻きになってこのまんま送られてきましたね。特に箱に入れられるでもなく、よく、まあ、袋も破れずに届けてくれたなっていう感じですね。はい、開封しまして、今実際にボードを入れてみました。こんな感じなんですけど、でこれ失敗したなと思ったのが、ジッパーがこのテール側、ここから、まあ、こういう感じでしかちょっと開かないってことで、下からこう刺すような入れ方をするっていう感じでしたね。私がまあ使ってるこのロングボードのケースも同じトランスポーターのものなんですけど、こうサイドが全部あのフルで開くものだったので、そういったものかなと思って、特に調べずに購入してしまったんですけど、うん、まあ、使い勝手が、まあ、そこがちょっと1点残念というか、まあ、ちょっと慣れが必要だなっていうふうに思いましたね。でこれケースのサイズが M サイズということで、6フィート3インチの205センチと書いてあるんですけど、実際ですね、これ自分が今入れたボードのサイズが6フィート4インチということで、記載されてるサイズよりは大きいんですけど、もう見事にぴったりに入ってます。でこんな感じで、例えば63って書いてあってもそれ以上のボードも入る場合もありますし、で逆にですね、今私これ調べてる中で64のサイズ表記がされてるのにもかかわらず、6フィート2インチのものしか入らないっていうのがありまして、その時はやっぱり外寸とかこの表記されているよりも実際この内寸ですね、縦と横の幅がどれくらいなのかっていうのを調べて購入する必要があるということですね。まあ、一番いいのは今ショップに行ってですね、自分のボードを実際入れることができたらですね、一番いいんですけども、まあ、なかなかそんな近くにですねショップがない場合もやっぱりありますしね、まあ、もしもネットで買うとかっていった場合は内寸とかも調べる必要があるなというふうに思いましたね。まあ、今回はまあラッキーと言いますかね、運よくこうサイズぴったりでこう使うことできましたけどもね。サーフボードのケース購入した際に少し思ったことを記録してみました。ということで、以上。